やっぱ東大に行きたいっていうのはあったんですか？ありますね。国家一橋3回受けまして、3回やっぱりこう言っちゃうんですけど、所詮文系数学なんで、予告1ヶ月だけ通ったんですよ、東大コースの一番上のところに。実際受験した本番どうだったんですか、東大は？うちご大学の先輩にも分かるスーツさんとか、あれ、そうでは始まりました、もちっちゃんね。さあ、今回はですね、もう誰が予想したかっていうんですね。はい、たけちゃんにおいでいただきました。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい。そうですね、受かって TV という若手 TV の企画で東大受験をした方になりますので、はい、多分ね、まだ謎多き状態だと思うので、まあよくね、まあ兄弟だとか親子だとかよく言われるんですけど、なんか言われてますね。はい、言われてますね。そこまで似てる？今ちょっと髪小平だったんですけど、はい、ちょっと前の伸びると結構似てると思う。あ、そうなんですね。でもそう、よくタケちゃんに似てる。いや、俺の方が年上だから逆じゃね。似てるの使い方と思うんですけど、まあ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 そんな感じなんですが、タケちゃん一体何者なのか。今は大学通ってるんですか？はい、大学ですね。はい、一応もう4年生なんです。もう4年生なんですね。これ大学名とか公開してるんですか？まあ知ってる人は知ってますし。あ、なるほど。まあ横浜国立大学の方、ね、これ言っていいんですか？いいです。まあいいですよ。ですね、横国の4年生ですけど、じゃあもうすぐ卒業ということで。卒業。単位数が一応正規制度では半期24の48なんですよ。はい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 、で残りの単位数が今40ぐらいで。なるほど。まあ、あとは40あるんですね、まだ。はい。はい、なるほど。あとは卒論ぐらい。あ、卒論も書けば、うん、一応卒業はできる感じですね。なるほど。え、何について書いてるんですか？いや、まだそれが決まってないんですよね。あ、決まってないんですね。何系研究してるんですか？一応、やっぱり歴史系が僕も好きなんで、はいはいはい、経済史系とか、うんうん、あとは最近ちょっと税制も気になってるんですね。そういうのを今やってるって感じなんですね。東大受験ですね、仮面浪人魔みたいな感じじゃないですか。そうですね。あれ応募しようと思ったきっかけは何だったんですか？工事賛同になるんですよね。はいはい、同数で言うとやっぱりモチベーションが難しいんですよ。はいはいはい、だからまあこういう企画でなんかやってみたいなっていうので、うん、なるほど。それでよし応募して、はい、やっぱ東大に行きたいっていうのはあったんですか？ありますかね、もちろん。ああ、そうだったんですね。え、じゃあもともと現役時代から目指してたのは？一応小さい頃は京大行きたいなって思ってたんですけど、高一から東大行きたいなって思って、まあ実力全然だったんですけど、高一から高3を一応校外まあ目指してたんですけど、まあ成績は全然ダメで一橋受けまして。一橋受けたんですね。はい、うん、そっから一橋3回受けまして。3回おいおいおい。まあちょっと主に英語が主語だったのと、数学を科学が生かし機嫌科学で落ちましたね。そういう。あと大きいのは歴史が、うん、一橋って地域が難しいって言われてから有名ですよね。はいはい、うん、僕校外を科学日本史結構超えたんですけど、はいはい、一橋教科学がちょっと苦手で、はいはい、歴史の強みが生かし気になかったんですよ。なるほど。それもだから実質もう数学だよりだったのも大きかったですね。ほいほい。ちょっとで予告にしたのは何ですか？まあ予告の存在を実は高3の秋まで知らんかったんですよ。お、そうだったんですね。高3の秋に通ってた塾で、じゃあ後期どうするって言われて、え、じゃあ後期考えが怖かった、で、じゃあ後期ある大学ここかなってやった時に、あ、横浜国立大学経済学部後期数学だけで受ける、あ、いいじゃんっていう。なるほど、なるほど、なるほど。で、それで現役を時に、はい、数学は向こう時から一応自信あって、一橋模試両方とも偏差値60はあったんですよ、現役の時から。だけど本番でやらかしまして、はいはい、当時数学は確かにセンスはあったんですよ、こう言っちゃうんですけど、でも模試って難しいじゃないですか。はい、だからセンスで偏差値60超えるぐらいの点数、まあ4割、特に一橋模試が難しいから4割だけど、本番でも4割しか超えないんですよ、センスだけじゃ。で、それが本番でやらかして、それで、まあ、後期数学だけが浮かんだろうと思ってから、本番もまさか後期も取れずに、あれ、これもしかして数学国一系は幻想学科じゃないのかって思い、それで気づいて、ようやく一浪で頑張って数学やったら、まあ伸びたんですよね。なるほど。じゃあ一浪で横国入ったの？はい、後期で。あ、じゃあ前期は一つ橋で、はい、後期横国で受かったってことですね。はい、前期一つ橋の数学直後はやっぱりちょっと後悔があって、一つ橋の数学って文系数学、やっぱりこう言っちゃうんですけど、所詮文系数学なんで、実際のところ難しさ
っていう観点で見ると実は郊外よりや感覚がここはあるんですよ、実は。だから極論手を動かして動けば動ける問題があるんです。それをへかり考えちゃって時間を無駄に使っちゃったところがあって、多分その件数が落ち感がこう思ってるんで、臨機応変に金閣下が悔やまれるところで、でそれじゃあ一浪の時にそうやってやって、で二浪とかもうそれは仮面浪人スタートですよね、はい、仮面浪人の後にも一橋を受けたって、いろいろありまして、二浪時も一橋受けることがありまして、はい、いやでも甲府県一番きつくて、予告1ヶ月だけ通ったんですよ、はい、1ヶ月だけ通って、あとは休学して、ああ休学したんですね、うん、休学期は自主休学で、あ自主休学ね、はいはい、河合塾の畜産校、はい、はいはい、畜産校議席を置いて通ったんですけど、はい、面会的野外学校がありまして、はいはいはい、かなりきつかったですね。東大目指すのに変わったのはどうしたの、まあ、もこもこ郊外目指してたんで、やっぱり、はい、いずれにせよ一橋を結果後にせよ郊外受けることはできない。ちょっと予備校とかその受験生時代に戻るんですけど、はい、現役の時塾とかは行ってたんですか、はい、名古屋の人だったら執権ですけど、明神県っていうここが、お明神県、明神県の、うん、ここ中学受験から行ってたんですよ。大学受験コースも一応やってたんですけど、うんうん、まあ、僕らもそうだし、僕らの上の外もそうだし、うん、そうなんですけど、あんま実績が芳しくなくて、はい、まあ、僕らの外で終わっちゃったんですけど、あじゃあもうないんですね、もう大学受験コースはないんだ、はあ、なるほど。そこはこう感化で四ツ谷学院、あ四ツ谷学院、はいはい、はい、あと教心、あ教心、うんうん、こっちではあんまりない、教心は東海の御用菓子美会ここにあるんで、はい、なるほど、東海の方のそこで勉強して、うん、じゃあ科目いろいろバラバラで受けてたってことですか、まあ、ほぼバラバラのもありますし、はい、コースとかは特にないですね、はいはい、ただじゃあバラバラに国立の勉強して、まあそうですかね、でセンターはどうだったんですか、センターが、700の50ぐらいですか、ね、50か社会2科目受けたってことですよね、当然。それは何の教科ですか、社会は、社会は当然日本史と世界史、日本史と世界史 で理科が地学科学ですね、あなるほど、あこは、まあ、一国旗はそんで河合塾の、はい、明記校、あ名古屋の郊外コースの一番上国高校に受講資格あったんで、だからそこに通いまして、そうだったんですね、うん、何先生とか覚えてます、あ覚えてます、日本史国家学校神原先生とか、あそれが一浪の時か、その後で畜産校でした、畜産校学館ですけど、一浪の時にこれで一橋受かんかったら無理だなっていう感じだったのはあったんで、うん、それじゃなんかこれでまた受けけるんだみたいな感じだって、うんうん、授業に出るのは結構きつかったんで、結構休みたんですよ、ね、一浪の時は全部出たんですけど、はい、授業出るのは結構きついことがありまして、うん、基本的に文系を5人生って一浪まで伸びるっていうわけじゃないですか、うん、あとはまあ個人的な考えなんですけど、あとはまあ経験値で勝手に成績は超えるとは思うんですよ、うんうんうん、だからモチベーションさえ下げなければっていう思うんですよ、はい、なるほど。三浪目はどうしたんですか、まあ、あのそこは基本的に自分でやってる、はいはいはい、あと講習があって、カバギ寸外とヨゼミの方に、ヨゼミ、カバギは主に最後の方はヨゼミの方に、何の授業を受けたんですか、ヨゼミは管科目で例えば後期講習ほぼ全科目受けてました、はい、直前講習後、はいはい、一日完結ぐらいつつ、はいはいはい、誰の何受けてたか覚えてますか、富田先生とか、ああ富田先生、はい、新作先生でしたっけ、世界史の先生ですね、はい、あと英語は専門先生に、ああはいはい、はい、検索効果やってもらいました、はい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 、だからヨゼミ彦少ないですねまあ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 ね、今はそうですね、でその次に受かってが始まったわけですか、それが後期講習とかなんで、あなるほど、もう受かっての時にですね、はい、あなるほど、でまあ勉強いろいろやってったけど、まあなかなか大変ってことですね、はい、東大行くのはやっぱり、はい、それは難しいですね、あと僕の場合、あこれ多分未経費込みも言うと思うんですけど、うん、集中が続かないっていう人がもういるし、まあいろんな症状があるんですけど、うん、眠くなったりするとか、そういう症状がある人は一応病院行った方がいいと思います、なるほど本当にアドバイス、僕の場合ひどかったのは、うんうん、英語のリスニングの時に、はいはい、集中力が続かないって、はいはい、まあ、例えばなんか読んでて、うんうん、訳して構造作るじゃないですか、はいはいはい、この中に余計な思考が入っちゃったりすると、うん、向こうから作り直しになったりするんです、あそういうことなんですね、じゃあ、まあ、一橋も東大も大変ですね、そしたらね、本当にリスニングの時はもう特に早かったりすごくきついですし、うんそうですね、メモしながらここどういうことかがしてるんだ、ああこういうことねっていうのに余計がここ入ってくると邪魔じゃん、なるほど、それが自分でコントロールできないからきつい、しかも、うん、実際受験した本番どうだったんですか、東大は、まあ、2号までは結構それこそ抱えつつやってたんですけど、さすがにやばいって思ったんで、本番の時は薬と、はい、
モンスターエナジーで、はいはい、モンスターエナジーでガブブーストかけて、ようやくそれでようやく赤羽がスッキリして、ああじゃあ本番では周知はできたって感じ、できましたね。まあいろいろ試行錯誤しましたけど、でもやっぱ東大難しかったですか。難しかったですね。今後でもどうしていくんですか。まず卒業できるか今日は第一、はい、卒業した後また受験するとかあるんですか。いやとりあえずそれはないです。今国はあっこは資格の勉強をしてますし、うん、何の資格で、あの会計系とか、はいはいはい、一応簿記は受け2級までは持ったんですけど、うんうんうん、後輩がちょっと会計士を観光受けからボボボボで、はい、いやそうだったね。いや3ヶ月で間に合わせが無理ですね。あなるほど。じゃあこれ後は資格取って就職してって、大学院とかは別に考えてない。院も一応考えてる。あ考えてるんですね。今後どういう道に進むのかぜひ楽しみにしてください。今ね、はい、竹チャンネルやってますから、とりあえず初めからしかんですけど、うんはい、最初3本ぐらいでバッキングする。何をやればいいのか見切り発車が、まあね、そう大変ですよね。確かに YouTube どうやってやっていくんだっていうね、あると思うんで。たけちゃんはライブやってるだけで成り立つと思いますよ。コメントに答えてるだけで多分成立すると思うんですけどね、僕はね。うちご大学ご先輩にも分かるスーツさんとか、あれ結合系とかでやってるじゃないですか。予備乗りさんといいますからね。あのスーツさん系でやっぱり歴史かがべけやってみようか、ああなるほどね、やろうかしかうかあったんですけど、とりあえず一本目こっけびかんは素材をこごうかはしかんですよ、はい、それが一本目旅行を切った時に国家ですけど、なかなかいい絵が撮りにくくて、ね、あこれ使えるかなって思って今もまだ試行錯誤中だと。じゃあぜひですねチャンネル貼ってありますので、タケチャンネルも見てみてください。はい、はい、今回はタケちゃんにですね一体何者なのかっていうのを聞いてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。